やばいよ。どうしたの？やばい、やばいっすよ。何がどうしたの？いや、今。え、何今日事前にコラボしましょうねっつって、うん、まずこの前にね、うん、サトシのチャンネル撮って、うん、まあそれはそれ楽しかった。まああの中二乗りね。そうそう。でじゃあ俺の方のチャンネルは、まあ、いつもみたいになんかお酒飲みながら、うんうん、あのまあ今箸開けたんだけど、うん、でだから俺いつもこの間は焼肉用意したりとか、うん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 、であの今日何食べたいっつって昼間連絡したらお酢震えちゃってるじゃん、うん、そうだよ今もう俺説教してるからね。いや今寿司食べたいって言うから、うん、分かってじゃあサトシが来てくれるからなんかいいお寿司頼んどこうと思うんで、1時間ぐらい前にサトシ到着の1時間ぐらい前に出前手配して本当ありがとうで来て、うん、じゃあ今から俺のチャンネル撮るねっつったら、うん、あいや俺ちょっとお腹いっぱいだわえなってだからいいよあのしばらくしたら腹減ると思うからとりあえず食べてって言って、うん今一人で半分食べてもうお腹いっぱいで今ようやく箸開けて食べるのかなと思ったらハイボール混ぜただけ、うん、サトゥー。いやこれ本当に正式に言い訳させていただきたい。何どうしたどうした。今日下北で YouTube 撮影してたのこの前に、ね、この前にね。そう、はいはいはい、でちょっとあのスタッフの一人がちょっと遅れるっていうから、うん、餃子のダンダダン入ったので、まあ餃子3皿食べちゃった。なんでそれ別にそこ回してないんでしょ YouTube。 回してない、全く回してない、うん、待ってる間に、うん、お腹空いちゃったからこの後お寿司あるけどそう食べちゃったわ。そうもうダメじゃん小学生じゃん。びっくりした俺も本当にまだこんなに食べれるんだっていう、うんうんうん、でその後やっぱ下北といったらカレーじゃない。まあ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 有名だよ。でね、うん、入ろうと思ったところは撮影できず、うん、でどうしようって言ったら女の子2人から聞いた、うん、マジックスパイスっていうの知ってる？めちゃくちゃうまいカレー屋さん有名だよね、うん、あ知ってる知ってる、うん、うん、知ってるんだったらまあごめん、うん、ちょ なんか満を持して勘なされたら申し訳ないけども、うん、いや結構有名でテレビでも多分何度も俺見てるし、うん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 、あそこがあったんだ。そこを紹介してもらって、はいはいはい、でスープカレー食べた。うん、それを回したの。回した、それは回した。めちゃくちゃ美味しい。ぜひ下北行ったら皆さん、いやいやね、マジックスパイス、いやもうマジックスパイスの宣伝とかいらないです。マジでうまかったよ。いや俺も知ってるよ、食べたことあるし。本当にこう開いたチャクラが、いや本当に美味しいよ、ね、美味しい。あそこのカレーは美味しかった、うん、まあ、100歩譲ってマジックスパイスはいいけど、うん、餃子いらなくね。その後コーヒーとケーキ食べた。ダメじゃん、もう頭の中ずくだんずんぶんぐんじゃんねえ。頭の中つくだつぶんぐんですか。どうなってんのそれ。いやびっくりした本当に。そういう意味では負けたっていう感じ。負けた負けた。いやつくだつぶんぐん、うん、ちょっと本当にいいよ。でも別にいいよ寿司なんて、いい、俺どうでもよくて、いやいや食べるから。あのサトシがこうやって来てくれて、うん、毎回楽しいのよ。いやもうここでくっちゃべってもう中身のね話をさ。いや本当に、でももう大人だからちゃんと中身のある話しようよ今日は。さすがにもう本当に恋愛の話、幸福論、はい、そして人間とは、うん、そういう話した。そんな話したことないよサトシと。クソつまんないよそれしたところで多分。ホワイトボードでここ書いて。恋愛の話ってそんな大人の話じゃないからね。そう、もう、そうでしょ。若い子たちがするやつだから。いやでも今なんでいくつ？弱い37です。37だ、うん、もう弱い40だから。弱い4。でもマジで今この髪型にして、うん、なんかより磨きかかってない？なんか。あ本当？そう。あそれ嬉しい。なんかいろいろあったじゃない。うん。その吉本退所されて。いやもう3年前だけどな。うん。うん、であとあの、うん、ね近辺のこの身の回りの事件も多かったじゃん。うん、何が？そのアイクとか。いや別に。うん、アイクとレギュラー番組やっててある日突然いなくなった話はいいの。そうかしなくて。でもそういうのとかいろいろ経てなんか本当に分かんない。俺はもう19で21とかで2からね始めたよね。知ってるけど、うん、なんか今40が一番信号糸面かもしれない。糸面、うん、いやごめんイケメン聞いたことあるけど糸面って何細いのかな。なんだ。いやなんか糸組んでる。
いとまれてる。いとまれてる。いとおしい。いとおしいみたいな。はいはいはい。それ嬉しい。なんかすごいあの、なんかトゲが取れてこういい感じのなんか。トゲあんまあった？俺ないタイプだと思ってた。いやトゲというか、はい、あの自分で気づいない痛さとかあったじゃん。いや俺もそうかもしれないけど。まあまあまあそうね。そう同期の中でちょっと痛みと共にやってきた19年だから。そうそうそう、で気づかなかってちゃんと怒られるタイプじゃん。はいはいはい。そうやっぱそんなね、ちゃんとしてても何も面白いやつでもないから。いやいやいや、でもその痛さとかなんかわかんないけど、なんか40にして慎吾が、藤森慎吾が完成してるんじゃないの今。何それ嬉しい。いや本気で俺今日パッて会った時、俺イケメン最初慎吾ピンポンって部屋を押したじゃん、うん、はいはいはい。で慎吾がはいって出るかと思ったらいきなり慎吾が現れて、うん、下に降りて、そう全然入ってこなかったから。そうそう、なんかあれなんかあったのかなって。いやあったのよ。 それはそれで本当にあったの。ああ、あったの。いろいろ入り口で。そう、うん、でイケメンなお兄さん来たなと思ったの、うん、そしたら慎吾だったの、うん、あらどうしちゃったの、うん、言ってるね。いやいや、もう古いジェスチャーやめて。こんな昭和のでこれしてたら若返るとかないから、うん、その迷信だから。そうなの、うん。いやでも相当俺はあのパッと見のこのなんだろう、それは嬉しいです。でもねやっぱり40になって、うんうん、まあそのいろいろね去年の自分振り返ったわけ、うんうん、したらなんかもうこういろんなことに勝手に自分を追い込んで脅迫観念で、はいはい、囚われて、うん、なんか人間らしい生活をしてなかったよね。でも本当ビジネスビジネスずっと働いてたよね。まあその独立してね仕事のこともあった、仕事をとにかくいろいろやらなきゃいけないってもあったし、うん、なんか勝手に30代のうちに結婚しなきゃなとか、うん、そんなルールも法律もないのに、もう30で俺結婚しなかったら多分ダメだ終わるんだとか言ってた、勝手に思い込んじゃってて、とにかく必死だったじゃん結婚してきて。なんか取り憑かれたように飲み屋で言ってたよ。俺やばいんだよ3時までに行って。そう、でもそのそんな時って全くそういうことがなかったじゃん。力みが全部失わせてたのかもね。40になって、うん、なんかふともうちょっと自分の中で諦めもついたというか、うんうんうん、40かってなった時に、うん、パーンとこう視野が開けて、うん、そしたらなんかよく考えたら45とか50とか、うん、もう言ったら60で結婚される先輩とかいらっしゃいますよ。いっぱいいて、うん、みんな幸せにこうやってる、うんうんうん、ってなった時に何俺そんな焦ってたんだろうって思ったら、なんかいろいろこう余裕もできてて、できてきて、確かになんかその取り憑かれた時とはちょっと違うもんね表情が。そうだからすっごい毎日楽しいし、うん、なんかその分また自分をちゃんと見つめ直す期間もできて、うん、うんうんうん、なんかまあもうお肌のケアとかもすごいやるし、あビタミン C とか毎日飲んでるし、あららら、美容男子、美容男子、うん、モテる正直。まあまあ、モテる。いやモテるってあんま自分で言わないんだけど、あのいい素敵な出会いがちょっとこう増えたというか、うん、え誰誰誰誰とか言わないじゃんそんな。そこまで言ったらそれはもうなんかやぼやぼ。そうか、いやだからいいと思う。今一番なんか素敵なんじゃない、うん、よかった。でもね、俺の中で一個変わったのは、うんうん、39までは、うん、結構いやいやいやもう俺なんかおじさんだからとか、あいやどうせでもそれは年離れてるからそんなこと言えるんでしょ、うん、とか、うんうんうん、いう感じだったけど、うん、もう40になってからもう自分がね、うん、あのおじさんであるってことを忘れる。これおじさんじゃないと思う。大事であると思った。あの言霊ってあるから、あるだし、いや俺なんておじさんだからとか言って、そういるじゃん、うん、もう、まあ、女性でももうおばさんですからとか、うん、おじさんですからっていう言葉からもう始まっちゃってるっていうか、そうなんかそういう人と対峙した時に、うん、なんでそんなこと言うのなんか嫌だなって、うん、確かに逆に思っちゃった時に、あでも俺それ言ってたわ去年。そう俺なんかだからずっと言ってんだから、俺はいまだにずっと中二、中二の童貞だもんな。童貞じゃねえしめやからしは、あって言ってるから。でもそれだからこそサトシはいつまでたってもこの若々しくて綺麗で、うん、本当にもう褒め返すわけじゃないけどイケメン、清潔感、爽やか、面白い。そんなことねえし、うん、タイガ俳優、あすごいすごい喜んでるすっごい喜んでるああやっとお寿司、うん、ね、ガリかえガリかえ、あのこういうノリやってるとずっと中二だ
いや、それで言うと、うん、今日のサトシのチャンネルマジで小6だから。本当にちょっと見てくださいね。お願いします。カナダショーチャンネル、まあ、あの内容は一つもございませんが、はい、ただめちゃくちゃ面白いです。ためになるものとか一つもないんです、うん、ただやっぱり若々しくいるってこういうことなんだろうなっていうのが、そう、ね、そう、だまあそれを言わない、もう言うのやめた。まあ確かに俺なんてじゃないんだ、うん、俺はまだまだっていう気持ちでいないと、うん、やっぱこう活力っていうかね、そう、それがやっぱりこのなんかないとね、それ言うことによってなんかどんどんさ自分もそこに甘んじて、まあおじさんだからしょうがないか、そう、まあおじさんだしこのぐらいでいいだろうとかじゃないよ。40って言ったらまだ人生半分、そう確かにね、行ってないぐらいだから、うん、こっからですから。それで言うともう俺も下北で今日さ、はい、いやおじさんだよそのゲップはもう。そのゲップが出そうでなかなか引っかかって出ないわ、もうおじさんだよそれ、気をつけてね。大変失礼いたしました。大人、はい、あの下北でね、うん、入りたい店に入れなかったの。はいはいはい、最初ね、うん、ここ美味しそうだなって、うん、でも結局それが入れなかったからこそ、うん、女性に出会い2人組に、うん、でどっか美味しいところないですか、あります、うん、って言って行ったのがマジックスパイス。なるほど、さっきと一緒だよね。でさっきと、そういうことね、はい、これ全然意味が分かんなかった。んはなんかそういう、ね、なんかそういうご縁があるんだよね、なんかそのなんかそういう、そうか、だからそれで、うん、なんだよ、そうじゃなくて、じゃなくて、はい、それはもうそちらのもちろん都合で、こっちが勝手に言ってることだから、失礼しました。でも、また素敵な何かがあればいいですね、なんて思ってたら、そういう縁が巡ってくる。縁が巡ってきた。いや、マジでそう、うんうん。マジックなんです。マジックスパイス、下北行ったらぜひ行ってみてください。はい、それもう2回目だから。僕はもう別にその、回しもんとかじゃないんで、うん、本当に美味しかった。このチャンネルがマジックスパイスに癒着してると思われるから。どうなんですか、はい、慎吾さんのチャンネル見てるやっぱり年齢層的にはどれぐらいの方が多いんですか。やっぱり男性多いよ、30、40、50のもう男性が多いですよ。本当に今独身率ってどれぐらいなんだろう、男女性もそう、世のいや結構多いと思うよ、昔とまた比べてもだけど、まあ比べるもんじゃないけど、まあまあね、時代が変わってるから。でもう本当昔みたいにさ結婚したらいいとかっていうよりさ、うん、もちろん女性も働いてる人が多い、そうそうそう、でもう結婚しなくてもいいっていう、女性もそういう人さいっぱいいるじゃん。そう、結婚してないからちょっとまずいんじゃないとか、なんか問題があるんじゃないとか、もうナンセンスすぎるよね。でもさ、うん、そういうこといまだに平気でやっぱ言っちゃう人って、うん、あちょっと時代にまだフィットしてないな、アップデートできてないなって、なんかゾッとする時はもうなんかこの間ふと現場でさ、うんうん、その女性は34歳だったかな、スタッフの人ね、うんうん、でもうちょっと上のなんかプロデューサーの人がいて、何々ちゃんいくつなのって言ったら、いやもう34です、うん、あじゃあそろそろ素敵な人と出会って次は結婚だね、うん、みたいなことを別に何にもきっと悪気はないんだけど、もちろんね、俺はそれを、うん、あーなんか言ったなと思って、うんうん、で女の人もなんかやっぱり、うん、あーはい、うん、それはもうダメですよ、ね、いやダメ、その発言ってダメというか、まあ別に本人も悪いと思ってないだろうし、まあこれ気づいた信号みたいな人も少ないかもしれない、もはや。ああ、いや俺は結構すぐ違和感感じちゃった。だから俺なんかも言われるのよ、うん、あれカナダってまあねスタッフさんと、はい、30もう今いくつだ、うん、37ですよ、なんで結婚してねえ。いやめっちゃ言われる。なんで結婚してない。なんでって。なんかお前やっぱ問題あんだなって言われた時に腹立つね。俺こう言い返してやって、はい、そうですかって。いや言い返してないよそれ。ええ、うん、そうですか、そうですか、うん、それ優しさが出てる。へめへめした。まあでも俺も確かにそう、うん、別に、うん、まあ、分からなくはない、うん、その発言は別に強く言及するつもりはないけど、うん、追求するつもりはないけど、うん、別にあの十分楽しくやってますし、そうなんで結婚しないのっていうか、そう逆になんで結婚してんすかってこっちも言うよっていう話。だからないものねだりなんだ、結局結婚してる側は時間欲しい、うん、自分のやりたいことやりたいで、自分のやりたいことやって自分の時間がある人を見て、はい、
なんでお前ら結婚しないの、俺たち結婚してこんな時間ないのに、はい、で逆に言ったら結婚してない独身はいいな子供いてとか、うん、子供可愛いなそうねってないものねだりじゃん、はい、だからそう思うんだよ、うん、だななんか弱いな、決定打にかけるな、だからね、いい話してる風でしてないんだよな俺たち今これを見てる人が、あ、こいつらいい話してるっぽくていい話してないなっていうやつが、っていうやつにはこう言ってやるよ、なんて言ってんの、やめてよ、ちょっと勘弁してよって、そういうんじゃないじゃんって俺たち、うん、まずいよ本当にこれは俺たち来年20年迎えるからね、本当にどっちもどうにもできないんだから、まあ、2人ともそんなことを処理できる能力がないってやばいよ、でも処理はしてるでしょ、そのあの辺は、まあ、それはね自分でも毎晩処理してる、いや本当にまずいよこれさ、これはまずいよ、それはさ、いろいろ言ったけど結婚できるよあ、ごめんなさい、僕ら言ってたこと間違ってました、あのこんなんか問題あるんだろう、確かに、ま、間違ってないです、我々問題があります、これね、はい、本当に問題あると思って今、ちょっと待ってごめん、目に何か入った、本気ほら、もう急にカメラで喋ってて急に目痛くなっちゃう、ごめん、本気で何か入った、うん、いや、これはやばいよ、何がとにもかくにも我々楽しいということに気づいてます、そういうこと、はい、今さ、うん、何したい、一番したいことある、でも結構できてるんだよな、でやりたいことどんどん叶えていかない、そうね、うん、もう本当にでもやりたいことやらせてもらえるってるけど、はい、やっぱりちょっと慎吾も前も話したけど、ちょっとコントの延長上には絶対演じるというとか、うん、お笑いの延長上に演じながらファニーさも残しながらちょっと本気のいい感動するドラマみたいな、はいはいはい、なるほど、そういうのをネットリックスとかでやってみたいね、世界に通用する、はい、なんかそういう喜劇的なもの、うん、コントとドラマの間、うん、ですよね、でもタイガーにね今まさに、撮影中でしょ、まあ、だってもうそれで言ったら俺の夢であるタイガーも、うん、まあまあまあこうクリアしてるわけ、いやいやいや、まだクリアできてるかどうかも分かんないし、これはすごい、いつ答えが出るかなんか常にもう自分との自問自答、うん、そのね、タイガーが公開する前まで必ず何か嘘をでっち上げて俺は降板させるけど、なんで降板させるなんで NHK ごと迷惑かけようとするんだよやめてくれ、せめて俺だけにしてくれあんなにいいドラマを、いやでもすごいなって、いやいや、どう今の目標っていうか、あのやりたいこと、いや俺はまずは本当にタイガードラマ出てみたい、俺毎回これ言ってるからなんかもうだんだん本当に恥ずかしくなってきたけど、でも言い続けるからこれって、サトシの次なる野望は何、はい、そう、タイガーは19年間言い続けて今叶ってます、叶った、今あの現場に行けてる、素晴らしい、うん、もう一個あってこれもうほんと50、60ぐらいの夢でいいんだよ、うん、まあ、体動くうち、うん、そう、歴史好きだから、ああそうだね、ほんとこれボケとかじゃなくて、うん、その海賊の金貨とか銀貨とか、あの船で落ちちゃった、はいはい、沈没、沈没系 の, その財宝とか、うん、はいはい、日本でいうのは徳川埋蔵金とか、おあるね、見つかっていないお宝とか本気で見つけたい、あでもこれマジなの、いやぽいぽいぽい、これね本当に最終的に、ね、もうもちろんやりたいこと、仕事でチャレンジしたいこと、これをやらなきゃいけないこと、向いてることとかいろいろやりたいんだけど、はいはい、それを やるのはもう自分の中でもうできてる、はい、もう頭の中で、うん、その先に50後半ぐらいで、いや分かるよ、もちろ ん, なんか仕事もさ、 そ, うそれまでにちゃんとあって、そうそのちゃんとして、まあ、それなりに蓄えもあってっていう後で本当に何かやりたいって言ったら、そうもう仕事のこととかのためじゃないじゃん、じゃない、本気の趣味、歴史好きだから本気でなんかそういう、あそこのそのお宝みたいな、考古、うん、学じゃないけど、うん、トレジャーハンターなんてそんな恐れたことはできないかもしれないけど、恐れたらごめん、今のことだもんだな、大それたね、うん、うん、あとおい、カットしてくれよこれは恐れまずは漢字から、恐れ見よまずは漢字から勉強する、うん、小学校の漢字、そう、ね、これはもうほんとめんこたちに見せれない、はいはい、
いやいいのよ、そんな別に背伸びもいらないじゃん。サトシって別にそういう人ってのも伝わってるし、俺は分かってるし。え、でもその夢はいやこれ本気だよ、すごいサトシ君っぽくて、そう、俺いいと思う。本気でそういうところに行って、うんうんうん、先人とこう交信してみたい。わかる？その歴史を学ぶって先人との会話だから。あ、そういう一面もある。そうそうそう、本当にあるの。当時の人たちが書いてたブログみたいなもんだから。はいはい、日記とか。そうか、それを見て、あ、これはこういう生活をしてたのかなとか。こういう人となりの人が今と変わらないほとんど、実は。なるほどね、人間関係も、うん。だから、そういうなんか、ものを通したらこれがこういうことで使われてたんだとかっていう思いにふけるっていうのが、今より多分50ぐらいの方、60とかの方がなんかこうもっと熟成してるじゃん、多分人間で。そういうのは最終的にやりたい。なるほど。それの手前まではもう自分でちゃんと持ちながら。すごい、そういう夢がある。それいい、俺には夢がある。そうなの。あ、でそういう感じで言うと、うん、それは俺もいつか分かんないし、最終的なの、最終的にそれで落ち着くとも分かんないけど、まあ確かにね、一個やりたいのは、うん、まあ今俺結構うん、自分のふるさと長野県でもこう番組やらせてもらってて、はい、もう長野県エリア決めずに全域こういろんなとこ行く、うんうんうん、でやっぱいろんなところこう見ていくうちに、タイタンのさ、うん、芸人さんで松尾アトム前発出場さんっていうね、うん、俺よりちょっと先輩の芸人さんがいるんだけど、うん、長野出身で、うん、で実家の農業をやりながら今芸人やってんだけど、その人のところにロケで行ったんだけど、うん、なんか俺それになんかわかんないけど何がとかじゃないんだけど、うん、ひどくえらく感銘を受けてしまって、やっぱ土に帰るんだよ。いや、もともとうちも農家で、まあまあね、あの母親の実家の方はちっちゃい頃俺はそうやってお手伝いもしたりとかしてたけど、うんうんうん、まあ、やっぱりそれでなんかやっていく後を継ぐとかっていうこともなかったし、うんうん、東京出たいとかってもあったんだけど、そのなんか松尾さんと話してたら、やっぱ芸人だからすごいふざける農家さんなんだ、うんうん、だけどすげえ農業に対しては真面目で、もうその場でもいだリンゴとか食べさせてくれて、めちゃくちゃ美味しくて、うん、もうそれだけで感動しちゃったんだけど、その農園をね、うん、なんで継いで、そのやめて、芸人やめてないんだけど、こう東京での生活やめてこっち来たんですかって言ったら、いやいやもう単純にこうやってさ、あとやる人たちがいなくて、で長野県もいっぱい今農耕放棄地っていう、放棄地が農耕放棄地、農耕をもう放棄した土地ってのがどんどん増えちゃって、もうやる人がいないから、うん、なんかそんなの寂しいし、うん、直接こうやって、手渡した人がすごい喜んでくれるのが、うん、まあやっぱ嬉しい、うん、だからなんか自分の作ったものでそうやって直接、まあお笑いももしかしたらそうかもしれないけど、舞台に立って直接目の前の人を笑わせて、でも今そういう経験あんまできてないから、うん、まあ、テレビももちろんそうかもしれないけど、なかなかそういう感覚がない、うん、ってなった時に一番自分長野だし、うん、そういう自然好きだし、うん、だから何か別に農家っていうことじゃないけど、長野で帰って、うん、自分でそういうものを何か手作りして、うん、それを直接誰かに渡した時に喜んでもらいたいっていう、いいね、シンプルに。やっぱね、でもまだ40で、うん、まだやっぱ自分の欲もすごいあるから、まあ、一番働き時だしね。そうそう、だからなんだろうな、全然そんなこう綺麗事のためだけにできないんだけど、なんかいずれ人を喜ば、本当の意味で人を喜ばせたいっていうか、それちょっと思ってる、うん、その畑一回掘らせてね、その前に。いや、それじゃ半年しないから、人の畑に。ひょっとしたら長野県出てくる。それで土器とか出ちゃったら、うん、一回ストップしないといけないから、そう全部。村も、慎吾の村も一回ちょっと掘らして、はいはいはい、全部。そう、あの長野の村もね、だから良かったよ、作って。いや、いいんじゃないの？でもね、そう、うん、だから、うん。いや、でも本当、ね、まあ、自由だしね、言うのと本気で思ってるからね。長野でね、レギュラーのそうやって仕事するようになってから、うん、やっぱ長野、どんどんまた好きになってきて、うん、一回すごい気持ち離れて、うん、もう一生帰んないだろうなって思って、それが嫌で東京出てきたんですね。そうそうそう、やっぱ今ね、どん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 、うん、年重ねるごとに
あ、やっぱふるさと長野いいな。そうね、やっぱ俺もこの間地元の祭り帰った時に、うん、17年ぶりに参加したし、うん、で今度もサーフィンの街だからさ、サーフィンで、はいはい、なんか地元で俺もラジオやり始めたそこかもしれない。ああ、やってんだ。やってる、もう3年ぐらいやってるけど、なんかそれは本当に地元に何か返したいし、うん、地元にちゃんとこう貢献できるような人でありたいみたいな、綺麗事じゃなくて、ちょっとやっぱ年齢重ねるとめちゃめちゃ分かる。何なのこれ、これ何なんですか。いや、これあるね。だから東京でもさ、ロケもちろんして、うん、その一般の方と触れ合うことあるんだけど、うん、これ長野帰って触れ合うと、うん、なんかその温かみ2倍3倍違うって。何なんだろうな、俺すげえ、こんなに地元の人たちって笑顔で明るく迎えてくれてたんだっていうことに気づかなかったよね。なんでやっぱ DNA なのかな、なんか惹かれるんだよね。やっぱ田舎もそうだし、地元っていうのに何か貢献し、使命感というか。まあ、でもそう考えるともうお返しだよね。お礼がしたいって。本当そうだね。だって向こうにとっちゃ無償の愛情を注いでくれてるわけ、うん、別に。まあそれ返すためにはこっちで頑張れって話じゃないかな。いや、そう、もちろん自分が活躍し続けないと、もちろんそれはそう。ダメなことかもしれない。もちろんそうなんだよ。まあ寿司食べないよ。本当に、うん、本当に。でも皆さんのふるさとはどんなところですか。両親に連絡はしていますか。あと何回お会いできるんでしょう。時折自分が生まれ育ったふるさとのことを思い返してみてください。今何か ここに答えがあるんですか。どうか私のライブが12月31日ゼップナンバー開催決定です。チケットの詳細はリンクからどうぞ。というわけで、レイオフィッシュでした。ようこそフィレッジへ。